皆さん、こんにちは。ハープ奏者の福井舞です。この動画は、絆チャリティー対談リレーといいまして、同じジャンルで活動する、音楽家の、お友達の近況を聞かせていただき、ビデオを録画します。そして YouTube にアップされるわけなんですけれども、その動画で発生する広告売上を新型コロナウイルスのワクチン開発のために寄付しようというチャリティー企画になっております。今までたくさんの音楽家の方たちがこのリレーをつなげてくださっておりまして、前回私は作曲家の酒井健二さんと対談させていただきました。そして今回は世界的コントラバス奏者の兵龍太郎さんとお話しできたらと思い、今日、時間を作っていただきました。兵さん、改めましてこんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ドイツでもご活躍でいらっしゃるので、たくさんのお話今日は聞けるかなと思って楽しみにしておりますが、そうですね、まず最初にちょっとお話ししたいことがあるんですけれども、お聞きしたいと、コントラバスについて、コントラバスってとの出会いってどのような感じで出会われたんですか？コントラバスは、僕の実は父親もコントラバス奏者でして、でもちろんそのちっちゃい赤ちゃんの時から父親の音は聞いてたんですけど、でずっとまあそれでも自分からそれを弾くとか弾きたいとか言ったわけではないんですけど、なんかある日父親からなんか父親がどこからかすごいちっちゃいコントラバスを手に入れてきまして、お、あるそんれでが、すか、やっぱりそういう小さいコントラバスっていうのが。そうなんですよ。分数楽器っていうのがあって、で、バイオリンも16分の1とかいろいろあるんですけど、コントラバスも、まあ、3分の2とかいろいろあって、で、それが多分小学校5年生ぐらいの時だったと思うんですけど、父親がすごい実は厳格で厳しくて、そうなんで、これをバッと見せられて、お前今日からこれを弾くよなって言われて、でも本当に当時はいいえって言えるような、感じの父親じゃなかったので、はいって言ったら、実はそこからコントラバスを始めることになってしまったんですよ。ああ、そうなんですね。楽器、ピアノとかされてたりとかあったんですか？ピアノは、そのコントラバスを始める2年前からやってたんですけど、まあ、そんなにすごくハマるっていうわけではなく、やはり。野球もやってたので、どっちかというと野球に行く方がピアノのレッスンに来るよりだいぶ楽しかったですね。それで野球ボーイやったんですね、小野さい。球やってました。はい。野球少年で、夢はじゃあ野球かコントラバスかっていうような感じだったんでしょうか。いやいや、もうコントラバスなんか全く考えてなかったですそうなんですね。ね。じゃあまちょっあ、かといって、野球もすごい楽しかったですけど、もう野球もすっごいプロになるのは大変なのも分かってましたし。と。じゃあコントラバスをこうプロでやっていこうって思ったのは何歳ぐらいだったんですか？その、プロでやっていこうと思ったっていうのはあんまりないかもしれないんですけど、その音楽がすごく好きになったのは大学に入ってからでしたね。なんか高校生の時は僕コントラバスを11歳から始めてるんですけど、11歳から始めるってすごい珍しいんですよ。もうちょっと後で大きくなってから。なってから。そしそうたですね。ら大体皆さんチェロを弾かれてるとかですか？そのい時やいやいや、はコンない。トラバスは割とダイレクトでコントラバスに行く人が多いですね。そうなんですね。たまにバイオリンからコントラバス、チェロからコントラバスっていう人もいますけど、そっか。大体12歳の時に、まあ中学校に入ったきっかけで、ブラスバンドに入ってコントラバスを始める人が多いですそういうのがあるんですね。そっか。ね。
そうなんです、ね、なので早く始めていたので、うん、だから同世代の人はちょっと先に始めさせてもらったので、はい、あのまあこういうのもなんですけどちょっと引けたんですよ、あの早かったんでね、早かった、周りの人よりも、うん、そしたら周りの人より早いとやっぱ褒められるじゃないですか。おお、いいですね。高校終わるぐらいまでは多分褒められるのが好きで弾いてたような気はしますね。ですね。でそのまま要するに、芸大ですよね最初。そうです、東京芸術大学、芸術大学に行かれて、でそれでドイツの方に留学されたっていうことで合ってますでしょうか。そうですね、東京芸術大学に2年半通って、うん、はい、でそこからドイツに行きました。そうなんですね。で私少しお伺いしたかったのは、先ほどちょっとお話にも上がってたんですけれども、その何分の1のサイズとか言っていてあるじゃないですか、けれども、まあ、ヘイさんご自身すごく背高くていらっしゃるんですけれども、その大人の方でもその割と小柄な方とかって言ったら、どういうふうにこう楽器とのバランス、めちゃくちゃ大きいじゃないですか、まあ、ハープも割と大きい、けれども、一番大事とかってあるんですかね。何が大事？何かこう体のバランスとか体幹だったり、何か鍛えなきゃならなかったりとか、何か平さん自身されてることとかってありますか？僕は筋トレはしてますけど、うん、それはなんかこうコントラバスのためにまああるっちゃあるんですけど、もう野球やってた名残の方が。なんかこう体動かしてないと気持ち悪いっていうタイプなんで、そうそう、そこの部分はすごく父親もその野球も父親に実は勧められたんですけど、野球やっててよかったなと思いますね。運動ってすごいあの楽器とつながってると思います。おー、やっぱりそうなんですね、うんうんうん、何かこうスイミングだったりとかっていうのがいいっていうふうに聞くんですけれども、そっか、うん、こう体幹 を意識してというかが大事だったりとかっていうのがあったりしますね、音楽家だとね。あ、うん、わかんない、うん、泳ぐのはまあいいです、うん、体ほぐれてね、うん、確かに、うん、いやけれどもこの今の自粛期間ってなかなかこう外でスポーツができなかったりするじゃないですか。それ でどのような生活を送ってられました？いやもう本当に僕は体動かしてない気持ち悪い人なんで、もう家でずっといるっていうのが、うん、結構その体を動かせないっていう意味ではすごい辛かったですね。あ、そうですか。うん、まあその練習はね、すごいコントラバスの練習はすごいできたんですけど、そっか、そうなんですね、うん、でもそれとはそのコントラバス の練習っていうのはもう同じ筋肉しか使わないんで、もうそれほぐせのそほぐせないから辛かったですね。そうですか、そっか、そっか、うん、いやいや、いやなんかこう今ね、あのヨーロッパとか、私はまあフランスにずっと留学してたので、あのフランスのお友達のニュースとかが入ってきたりするんですけれども、今こうドイツのシュトゥットガルトの放送交響楽団で弾いてられるじゃないですか。そうなるとこのドイツでのこうロックダウンとかっていうのがどのようなものだったのかとか、実際ロックダウンってあったんですかね、ドイツは。そうですね、3月4月は、まあ、かなりきつかったみたいで、実はでも僕3月4月日本にいたので。そっか、そうなんだ。本当にその3月に、ね、演奏会をあの日本で、お願いされてまして、でそれのために帰ってきたんですけど、それのために帰ってきたら、まあ、その演奏会も実はキャンセルになってしまったんですけど、うん、でそれ でドイツの僕のお仕事ももう、6月までは、全部キャンセルになってたので、あ、でドイツはその3月4月5月っていうのはすごくひどかったので、うん、まあ、帰るに帰れず、でも話を聞いたところによるとやっぱすごい大変だったみたいですね、うん、例えば、2人、
以上の外出をする場合でも、そのなんかこう許可を得ないとダメとか、あ、うん、なんかその同居人じゃないとダメとか、あ、なんかフランスとかだとすぐに罰金とかをいくらすごいニュースで入ってきてて、やはりドイツでもすごく厳しかったんですね。罰金もすごい多かったみたいですね。本当にひどい場合は何百万とか、おお、なんでやっぱヨーロッパってすごいなと思いましたね。本当に辛いですね、そうやって外に出れなかったら、うん、けれども実際今、まあ、今日現在の、感じだと何かこう少しずつ緩和されてきてるような感じっていうのはいるんですけれども、うん、少しずつコンサート、まあ日本でもこうコンサートをやるのはこうお客さんの数を半分に減らしたりとか言ってやろうというしてくださってるんですけれども、ドイツとかだと今そういう風にできたりしてるんですかね。まあ、僕も、6月は無事に、まあ、ドイツに少し帰ったんですけど、はい、6月の頭ぐらいから、すごい小さい編成、まあ、大体大きい編成だとバイオリンが 16型っていうんですけど、16本 で、 まあ、チェロが10本でコントラバスが8本とか、あとそれに管楽器がついてるんですけど、今はその管楽器と弦楽器が一緒に弾くっていうことはうちのオーケストラはまだ、できてなくて、まあ、禁止されてまして、まあ、なぜかその管楽器がすごくこう息を吐く楽器なので危ないって言われてるんですけど、まあ、実際どうかは分からないですけど、でもそれは、僕がいる州では そこがすごく厳しくて、なので弦楽器が、まあ、バイオリンが最高8本でコントラバスが3本までの、まあ、コントラバスでいうと3本までの編成では演奏会をしてるんですけど、無観客の録音だけですね、今僕らでも。そうなんですね、やはりそのラジオの放送の方に入ってられるから。そうですね、全部ラジオのために収録したのと、あと、テレビのために撮影したのと。そうなんですね、そのメリットはありますね、今こうそのためにできるっていうのは、お客さん入らなくても、うんうん、ラジオ、あと今もできない曲ができるっていうのはすごいメリットですよね。僕たちは大きいオーケストラなので、はい、小さい編成の曲ってほとんどできないんですけど、あ、そうなんです、ね、だからうちのオーケストラでもこれを機にそのやったことないレパートリーをどんどん増やしていこうっていうふうには言ってますね。素晴らしいです、いい、キックオフになってるかなっていう、アフターコロナ、まあ、今、ね、第2波が日本は来てるかどうかっていうような話も上がってたり、大阪はもう第2波だって言ってられたり、東京はまあ 日々なんか200人超えとかのような感じなんですけれども、少しずつちょっと夢が、将来に向けての夢が見えてきてるような感じでもあるかなと思うんですけれども、そうですね、そう、さっきちょうどそのオーケストラの話が出たんですけれども、実際この動画見てくださってる方にのためにお話ししたいのは、こう私とヘイさんのどこで知り合ったかっていうのが、オーケストラを通してっていうことであって、うん、私松本の方で聖司小澤、松本フェスティバルがあるんですけれども、そこ昔の斎藤記念ですよね、斎藤記念ですよね、斎藤記念オーケストラですね、そうですね、はい、そこで、まあ、多分10年ぐらい前ですかね、初めて、うん、知り合って仲良くしてくださっていろんなお話してっていう感じだったんですけれども、まあすごくそこの小澤征爾さんはじめさまざまなこう著名な指揮者さんと一緒にこうオーケストラで弾いてられて、こうオーケストラ、コントラバス奏者として感じるオーケストラの魅力っていうのをもしありましたら。お伺いできますか。でもですか。まあコントラバス全般がまあそうなんですけど、うん、
やっぱりその最低音を受け持って、でそれでまあいいコントラバスのグループだと、そのオーケストラをそこから動かせるっていうのはすごい楽しい。もちろんそのいい指揮者だと、その、まあ、本当に小澤征爾さんとか、もう素晴らしい指揮者、まあ、例えば僕だったらダニエル・バレンボエムさんとか一緒に演奏させていただいたんですけど、もう彼と弾いた時なんかこう、なんていうんですかね、やっぱりオーケストラって人数が多いじゃないですか、はい、コントラバス自体はまあその低音部からオーケストラを動かすとか、その室内楽だったらコントラバスが1本でその音楽を動かすっていうことなんですけど、やっぱその100人が素晴らしい指揮者が前に立った時に、本当になんていうんですか、引っ張る、こう引きずられるというか、本当にこう服を持ってわーってこう引っ張って行ってもらう感覚、もう委ねてしまう感覚っていうのを感じれるのはやっぱオーケストラの醍醐味じゃないですかね。おお、素晴らしいですね。もうでもあれは本当に僕も人生で何人かの指揮者でしか味わったことがない感覚ですね。そうなんですね。いや、貴重なお話です。そうなんだ。いやいや、このお話も私すごく興味あって、どうしてもなんだろう、なんか私自身すごく自分の好きなことといいますか、すごい自分勝手なんですけれども、小さい時からすごくコントラバスっていう楽器が大好きで、変な人ですね、させてもらうたびに、おまあ目の反対側にちょうどいらっしゃるじゃないですか、コントラバスの皆さんが。だからぼーっとなんか空き時間の時コントラバスの方見ちゃって、ね、すごいなんかこう温かい楽器だなっていう風な感じはあるので、その反対にコントラバス奏者の方からどういう風にこうオーケストラって映ってるんだろうなっていうのがちょっとすごく気になったところではあったので、やっぱりそのコントラバスっていうのはもう一番まあ後ろに整列する形になるので、全体を見渡せるっていう部分ではやっぱりすごい楽しいですよね。そうです。全部が見えるんで。こうトントントンって上に上がっていってるようなホールだと、こう上からこうちょっとね見えるような感じとかありますもんね。距離感っていうのはやっぱコントラバスのすごいたまらないところだと思いますね。指揮者からもまあ遠いですし、でも全部見えてるっていうのはすごく楽しいですね。いやいいですね、そういうのは本当に。なかなか今はそういうのをリアルに味わえないっていうのがちょっとね、寂しい悲しいところではありますけれども、まあ必須、やはりこの私が思うのは、そのプロの音楽家とか今か社会に出て活動されてる方はすごく影響を受けてると思うんですけれども、まあ私たちみたいにコンサートキャンセルになったりとかあるんですけれども、まあ私もその芸大とかで教えてると、やっぱり学生たちもすごく苦しんでるなっていうのがありまして、平さん自身も何かこうアカデミーというか合宿でしたっけ、毎夏、はい、それは日本で行われてる。そうですね、毎夏長野県の松本と、あと、兵庫県、神戸か六甲の方でやったりとか、あと丹波の方でやったりとかしてるんですけど、でもやっぱり学生はすごいかわいそうですね。今その面と向かってのレッスンができないので、オンラインで多分前さんもレッスンしてると思うんですけど、まあ、僕自身もオンラインでレッスンしてるんですけど、やっぱりまあ、この前ドイツに帰った時に、ドイツでいろいろ対面でやっとレッスンできるようになったんでレッスンしたんですけど、オンラインでは分かりかねる部分っていうのがあって、でその生徒のことをしっかりこうジャッジして、でいい風に持っていってあげないとダメなのに、そのオンラインではちょっと聞き逃してるところとか見落としてる部分が
あるんだなっていうことを、うん、あのライブでレッスンして気づいて、うん、でやっぱオンラインでレッスンするのもテクニックがいるなと思いましたね。そこの部分はちゃんと修正しつつ、その学生のことをちゃんと持っていってあげないといけないし、で学生自身もすごいフラストレーションが溜まってるだろうから、だから本当はこういうふうに教えてほしいのにとか、対面で教えてほしいのにっていうのを抱えつつもう、うん、でも必死でオンラインでレッスン受けようとしてくれるんで、なんとか期待に応えたいと思うんですけど、うん、でも彼らのことを思うとちょっとかわいそうですね。うん、そうですね。私も実際まだオンラインでやってるんですけれども、まあ、当面その前期後期とあるんですけれども、うん、前期はもうずっとオンラインで、まあ、後期が多分対面でできるかなっていうところであって、一度だけその試験が、前期試験がある芸校生のレッスンを試験前に対面がまあ特別に許されててさせてもらったんですけれども、やはりそこでこう、あ、こういうところがこうオンラインではなかなか難しいんだなとかっていうのを実感しました。なんか実はその先生自身もその対面でレッスンした時にこうハッピーやったりしますよね。ありますね。なのでこう、まあ、その子たちが一生懸命今、ね、それこそ本当に今言ってられたフラストレーションが溜まってる中やってくれてると思いますし、本当にみんな頑張って、オンラインでもそのなんかこう1週間1週間の成長はすごい見えてきてる、感じられるんですけれども、まあ、その今ね、今日本にいる学生とかで海外留学したいなとか思ってる子たち、希望を失ってる子たちも多いと思うんですね。で、そういう人たちに対して何かこうメッセージだったり、かけてあげれるような言葉とかありますか？いや、もう一番大事なのはコロナが終わった時に自分がどうなってるかだと思うんで、今しんどくて、でそれで海外にも出れないで、まあ、外にも出れないっていうそのフラストレーションはあると思うけど、でも今この時期をコロナが終わるまでどう過ごしてるかで、その子の、まあ、その人たち学生たちの道が割と決定すると思うんで、ここを踏ん張って頑張ってほしいですね。ここを踏ん張って頑張ると必ずいいことが待ってると思います。いや、さすが熱いメッセージいただけて。いやいやいや、終わった時が勝負だと思うそうですね、やっぱり、うん、まあしっかりとこう地道というか、本当に抜けないトンネルに入ってしまったような感じのイメージですけれども、本当に、やっていれば、努力してれば、本当にコロナ明け華やかな人生を歩めれるかなっていう感じが、ね、うん、留学を考えてる人たちも必ずできるようになるんで、うんうん、その1年今回延期になったとしても必ず行けるし、でまた元通り勉強できるようになるんで、うん、今ここは踏ん張って。そうですね、うんうん、たくさんのこの生徒たちや学生たちにメッセージ聞いてもらいたいなって思います多分ね、たくさんね、日本で「へい先生」言って言って講座やら合宿やら受けてる生徒さんたちもいらっしゃると思うので、みんな、うん、勇気持って、うん、夢持ち続けていってもらいたいなって思います。うん、必ず絶対終わるし。そうですね、うん、この時期は。いやいや、たくさんいいお話が聞けました。いや、こんなんでよかったか分からんけどまだ聞いていきたいんですけれども、まあ、ちょっと時間が近づいてきたので、はい、次回の方をですね、はい、ご紹介いただけたらと思うんですが、はい、僕が指名するのは、今実は沖縄で、いろんな、クラシックの、
音楽会をプロデュースしている、敏腕プロデューサーというのがいるんですけど、まあ、フルート奏者でもあるんですけれども、戸口圭さんを僕は指名したいと思います。そうなんですね。いや、すごいです。いや、もう沖縄で本当にすごい演奏会をたくさん手掛けてて、でもう本当にそれも話題になっていろんなメディアで取り上げられたりしてるんですけど。おお、いいですね。あと、彼のこの、ごめんなさい、音楽を作るっていう、部分でね、いろんなことを引き出してみたいと思ってます。素晴らしいです。私自身直接は存じ上げないんですけれども、よろしくお伝えください。はい、伝えておきます。はい、それでは今日はすごい楽しい時間を過ごしてこちらこそいただきました。たくさんの方々にこの動画見ていただいて、本当にそのコロナワクチンのために、開発のためにちょっとでもお助けになれたらっていうふうに思っております。はい、それではヘイさん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。さよなら。